まさかうちの学院で DJ ユニットをやる子たちが出てくるなんて。世間で流行ってるものは何でも禁止なのがうちの学院ですのに。どうしてリリカルリリーは活動が許されているのでしょう。リリカルリリーが地域活性化のイベントを来るたびに町のことをいろいろ知っていただければ。1年も続くんだったらこの町に住んじゃおうって人も出てくるかも。毎回私たちのライブだと見に来た人もびっくりがなくなって飽きちゃうよ。でもみんなとだったら